これから紅しいたけについてお話しします。まず紅しいたけの大きさですが、通常高さが2メートルから大きいもので4メートルぐらいになります。次に成長が早いか遅いかを受けますと早い仲間になります。また常緑樹か落葉樹かに分けますと落葉樹の仲間になります。次に剪定の強さですが、この紅しだれは強い剪定に耐えることができません。それを踏まえまして剪定のポイントですが、枝が混んだ部分や飛び出ている枝などを切ることがポイントとなります。料金は高さが2メートルで3000円からとなります。